ナマステ、こんにちは。はじめまして、岡本優子と申します。私はあ日本から今ネパールに来ています。岡本優子と申します。えー、今日はですね、あのダルマテレビジョン、えー、見ている皆様、そして、えー、特にはネパールに住んでいらっしゃる日本の皆様に、えー、お知らせしたいことがあり。 えー、今スタジオから、えー、配信しております、えー、私たちがあの今いるスタジオはですね、あのー、ここのスタジオの名前はブッディスト・ティーチング・エン・メディテーション・センターといいますけれども、えー、そこに併設された「えー、ダルマ・テレビジョン」という特には仏教の、えー、ことに関しての、えー、インフォメーションを皆様に お伝えするチャンネルとなっているんですけれどもなぜそこに私がいるかというとですねこれから来る11月25日から12月17日までとても大きなカリキュラムが行われようとしているそのためのお知らせ役として私はここに呼ばれてきています。 このカリキュラムの一番の目的は今ロシアとウクライナの問題それからイスラエルとカザイスラエルとパレスチナの問題そして私たち日本を取り巻く北朝鮮やそれから中国と台湾やさまざまな地域であ。 なんと言いますかきな臭いと言いますかあのまたいつかの戦争がまた繰り返されてしまうんではないかというあの不安を持っている方もまあ最近あのたくさん増えてきていると感じますそんなところにこちらに活動していらっしゃる方々がですねあのまあ、仏教という仏教を学ぶ立場という。 ところから世界の平和をみんなで祈って、えー、戦争をやめようというメッセージを世界中の人たちに伝えようということで、えー、立ち上がりましたでそのカリキュラムが、えー、11月25日から12月17日まであの23日間にわたって行われますそのカリキュラムの名前はですね「ファーストインターナショナルニューネブティスト・ イベント2024というんですけれども「あのニューネ」という言葉は一般の方はあの聞いたことがないかと思います。えー、この「ニューネ」というのは日本語で言ったら、えー、断食というあの意味になります。断食のプログラムで何が行われるかというと、まあ、私たちは体を断食によって浄化させて ニュートラルの状態に持っていてい、えー、生きていることそれから自然の中に私たちがいるということであの全てがつながっているということそういうことをそういう時間を設けることによってそういう環境に身を置くことによって改めて考えていこうそしてその行動を起こすことによって、えー、周りの多くの人たちにも 共感していただこうメッセージを伝えようという目的があります23日間のうち実際に断食をする期間というのは16日間それも2日間断食をしてまた1日食事をとって 休みそしてまた2日間断食をしてという形で、まあ、断食をする日にちはあ全部で8日間ということになるようです。でその際にはあものすごくあの勉強研鑽をつい進んでこられた、えー、大僧侶リンポチェの先生方がいらっしゃってあ入念の意義やそれから平和についての あの飽和をされるそうですこのカリキュラムにはあいろんな形で参加することができます例えば1日だけ来て参加することも可能ですしいや私はあ断食はちょっと難しいんですっていう方はあのー、断食をするグループとは別のところで食事をとりながらまたカリキュラムに また別のカリキュラムに参加することもできますえーまあ、できれば2日3日、えー、こちらに滞在して、えー、その一部でもあ参加していただく形が、まあ、できたらあーいいなと思うんですけれどもなかなか日本の方はネパールに特に住んでらっしゃる方皆さんお仕事やいろんな用事で来られてると思いますので。 まああまり長い時間は難しいかなと思いますので一、えーまあ、日でもですね、あのー、参加していただけるようにそして、あのー、このカリキュラムは、まあ、ブッディ,ィストセンターで行われますけれどもあブッディストだけが参加できるとか、えー、信者になった人が参加するものとかそういうものでは一切ございません。あのー、どんなあ信仰を持っていていも えー、ただ一つ、えー、平和を願っている平和に平和な山の中にするために、えー、力を合わせようという気持ちがお気持ちがあれば、えー、どなたでも参加していただくことができます。えー、11月25日から12月17日までの間に、えー、そういうことならぜひ。 あ人肌抜こうというお気持ちのある方は、えー、費用もかかりませんので、えー、ぜひ、えー、こちらのセンターの方にご連絡をいただけたらと思いますもし何日間かにわたってご参加いただけそうな場合は、えー、少し早めに、えー、連絡をしていただくとこちらもあの泊まる、えー、用意 やあいろいろな食事の用意などの段取りがつきやすくなりますので、えー、その場合は早早めに連絡していただけたら幸いですちなみに私はあソナムあ、えー、グルですねこちらの、えー、代表を務めている、えー、ソナム先生ラマソーの先生からあ日本のあこのイベントに対しての 大使という役を任命させられてこちらに参りましたこれからもこのセンターの方々がいろいろなアプローチで平和を訴えていくそういう活動を広げていくということですので私もできる限り参加したいと思っておりますご清聴ありがとうございました